こんにちはみくちゃんです今日はチャームを作っていきますはじめに白ちりめん直径7.5センチを用意いたします周囲をぐし抜いたします少し絞って綿を詰めさらに絞って中心で閉じます反対側が顔面になります 顎の部分少し尖った形状になるように裏側でつまんだ箇所を縫い止めしておきます次は髪の毛ですこのようなバサバサ感のある毛糸を使います1.4メーターの長さの毛糸を手の幅8センチにぐるぐる巻きにして中央を束ねて頭部の中心に縫い付けます 次は前髪を作ります。22センチの毛糸を半分に折り、さらに半分にした中央を束ねて、その部分をつまんで余分な長さをカットします。前髪は頭部の中央に重ね置くようにして縫い止めます。 次は、床屋さんで全体を整えます。顔を作っていきます。先に鉛筆で下絵を描いておくと安心ですね。手縫い糸の黒で眉と目とまつげをステッチします。 次に唇を手縫いの赤い糸でステッチします。次に目の中心に黒のスパンコールをボンドでつけます。ちょっと微調整して差し上げるとお美人さんになりますね。顔の側面やおでこの部分にボンドをつけて髪をなじませてあげます。 首になる部分を作ります。爪楊枝三3本にボンドを塗って綿で周りをくるみます。表面は2センチくらいの幅の白ちり面のバイアスでくるみます。首の先端部分にボンドをつけて顔に固定します。安定を。 強化させるために、針と糸でも縫い付けます。手間がかかって骨が折れますが、首は折れにくくなります。ひと手間、ひと手間と、奥座敷から読んでいらっしゃる甘えの主様の声は、無視しないようにいたしましょうね。ひと手間を惜しまない、その精神が大切ですね。次に足の部分になるループを作ります。 白じり面をバイアスに30センチほどカットします幅は3センチにします中表に半分に折り端から3ミリほどの内側をミシン掛けして筒状に縫い上げます次は腕の部分のループを作ります布の幅は2.5センチです裏返しにする道具を使いますと簡単にループができます はい、このように2タイプの太さのループが出来上がりました。次に、そのループにそれなりの太さに合うように毛糸を通します。ループの先端の処理は、少し内側にボンドをつけて、右端の2ミリくらいを内側にピンセットで入れ込みます。手のひらに演出するため、ゆっ 2人1ぴったり一結び出します。胴体を作っていきます。17センチ ×14 センチのややしっかりめの洋服と同系色の布を準備します。縦半分折りにして肩下がり部分を切り落とします。首と腕を通す箇所と下方部は開けて縫います。表にひっくり返します。 片方の腕通しの穴、1cm 切り込みを入れます。腕の長さは、手のひらを含めて1 0センチです。胴体に縫い付けます。首も胴体に差し込んで縫い付けます。胴体の下方部から、綿を入れて整えます。首の延長部分が、 胴体に固定されるように、上部からしっかり押さえ縫いをしておきます。足になるループを半分にカットして、2本を下方部に縫い止めをして胴体を閉じます。次にウエストを作ります。周りをブツブツ大雑把にぐし縫いをして縫い縮めます。 私のウエストもこの方法が叶うと家族中が落ち着きます。次はお洋服を作っていきますね。私の一番楽しみなプロセスです。布を 20cm×25cm 用意します。バイアス状にピンタックしていきます。 お洋服をデザインしていきますこれは背中になる,なる部分の布です表の布と同じサイズに準備します中表に2枚重ねて肩から縫います片方の肩を縫ったら表に返して片方の腕を通します両肩を縫った後では頭からかぶれないのでご注意ください もう一方の肩を裏側から縫います袖になる部分の前身頃と後身頃に切り込みを入れます袖を表面からかがり縫いします 首周りも整えていきましょう。脇も表から布端を中に入れ込みながら A ライン状にぐし縫いをいたします。 目染めにした透明感のあるレースを胴体の下方部分にギャザーを設けながら縫い付けますこのあたりからひらめきの神様がお昼寝から戻ってきてくれたようです袖口に可愛い小ぶりのレースを装いますスカートの下方部に差し込みと 日本で針に3回くるんだドットをバランスよく刺していきます次に襟周りの飾りですお花状のテープレースを切り分けてボンドでつけます帽子を作っていきます硬いチュールをホース状にしたテープ22センチを2回巻きにして重なった箇所を縫い止めます ドットのついたチュール1 5センチ四方をリボン状にまとめて中心を帽子の前方部分に縫い留めます。帽子の材料よりやや柔らかめの同質のテープ1 1センチでリボンを作ります。帽子のフロントに縫い付けます。中央にキラキラビーズを付けます。それから大声で 出番を主張している歯切れに活躍の場を提供いたしましょうお帽子は頭部に縫い付けて固定させますスパンコールにボンドを付けてチュールにつけますイヤリングを付けますお好みのビーズでアレンジなさられてください 足の先の始末を終えたループを2センチほど裏側に折り足の甲のように演出します。縫って固定しておきます。シューズを作っていきます。レースのテーブルセンターを藍染めした周囲の部分が最適だとアイデアが枯渇していた私にひらめきの神様のお弟子さんのお助けの,かお助けの神様が作ってくださいました。 袖口と同じ小ぶりのレースを足首にアレンジして間もなく完成の領域ですさらに本日はその気になったおまけの手下げを編みました、えー、皆様耳にタコツボがぶら下がるほど効かされている手前味噌の藍染めですきなりの糸を藍で染めました 背中にブローチピンもつけました。最後に方面紅をつけてブラッシュアップして完成です。かきしぶ染めの糸で編んだバッグのチャームとしてお出かけのともにもなってくれます。これは5年くらい前の作品です。酒袋タイプのも同じ頃に作りました。 他に、小ぶりのチャームもぜひご覧くださいませ。本日も最後までご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。